うま味調味料アンチにとっては恐怖の共演となります。<laughs> 悪魔崇拝者。後殺しと言われるほど、アンチも今増殖しているということなんですが。神谷さん、これ味の素賛成派反対派ど,どっちなんですか。なんか分かんない、ええ、なんか頭では理解してるけど。うん、こう白い粉をかけるっていうのにすごい抵抗があって。<ー>よく連れてきてくれました。<laughs> <laughs> なんかよく分かんない、オーガニック信仰者みたいな人って。 野菜だけを炒めて、塩かけて出したりするんですよあ<ー>美味しいわけないじゃんそういう人ってなぜか味の素嫌いなんですよね一番味の素を落としめいたのはやっぱ美味しんぼですかね美味しんぼはかなりあるとは思いますね<う>堀江さん、神谷さんよろしくお願いします 今回は番組では珍しいジャンルのゲストかもしれません。うま味調味料アンチにとっては恐怖の共演となります。<laughs> 異色の料理研究家リュウジさんにお越しいただきました。今回がよろしくお願いします。はい、これ料理研究科会ではある種日本のトップの人気知名度を誇る。 一方ですねネットではですね悪魔数廃者人殺しと言われるほどアンチも今増殖しているということなんですが今回はですね龍二さんの魅力とともになぜそう呼ばれているのかというところまで深掘りしていきたいと思います悪魔数廃者らしいですね調べさせていただいたら神谷さん龍二さんの存在は知っていましたかもちろんもちろんです虚無そうめん一人で夏作って食べたんですけ これリュウジさん自身は堀江さんが X でこう加成して <laughs> 今日初対面ですよねそうですよね、はい、でこれ加成していたり。 してくれたりすることでまあどういう印象を持てたりとか <laughs> ああでもなんかタイプは同じなのかなみたいな感じが <laughs> <laughs> し,しましたね <laughs> 早速ですねこれご存知のない方のために簡単にリュウジさんの人気の秘訣をご紹介したいんですが当時各メディアで取り上げられて話題になりました無限キャベツですねこの発案者もリュウジさんなんですがこれまあどういった経緯でまずバズったのかご説明していただいてよろしいですかああ<ー>、その頃まあ僕老人ホームに勤めてまして料理をね 人前作ってたんですよ、うん、でそれを SNS に美貌録としてこうレシピを載っけてたんですけどもなんかそれがこう見栄え的になんでこんな大量に作ってたんだろうみたいな感じとともにレシピがこうバズってその時は別に料理研究家になりたいとかそういうのはなかったんですけど全部こうバズるからあもうな何かそうですねもうバズレシピというなうったらもうなんかいつの間にかなって。ましたね すごいな、うん、これ YouTube ではこういった料理を紹介する「爽やかな料理お兄さん」という一面もあるんですが <laughs> もう一つの一面でこんな顔もございます。虚無ご飯でですね <laughs> 寝起きで なんかやる気のない飯を作るっていう。二 <laughs> 日酔いの状態ですよね。これ。二日酔いですね。ちなみに、今日も二日酔いなん。<laughs> <laughs> これ、ちなみに、今日もご飯の方で、料理研究家が出す飯じゃねえと言いながら、これ料理を作ったりするんですが例えば、こちらの料理がございます。これちょっちは、ご説明していただきますかね。うん、まあ、味の素をご飯に振って、<laughs> はい、バター、せて醤油かけて。かつお節。うまみ爆弾。これ。 めちゃくちゃうまいですよ。いや絶対うまいね。めちゃくちゃうまいです。そして一言、こういうのでいいんだよ。こういうのでいいですね。うまい要素しか入ってないそう。うちのお母さんがよく作ってくれてた。ええ。思い出の味ですね。でこれ味の素入れないと全然おいしくない。美味しくない。そうなんですか。そう。え味の素入れたことないです。本当ですか。あれだからうちは味塩だったのよ。ああ、味塩も使いますね。味塩の何がいいかって。 味の素入れすぎないんですよ確かになんでかって塩味で調整できるからちょうどいい塩加減で入れるとちょうどいい味の素が入ってるから僕はあれは味の素会の、うん、あのカルピスウォーターだって言ってます <laughs> 俺なんかもう料理は科学だと思ってるから、うん、カレーの美味しい作り方っていうのがすごい頭の中残ってて、うん、カレーとは旨味の三大要素脂肪と糖質と旨味を入れて、うん その上にスパイスをかけたものが混ぜたものがカレーだと。うんうん、だからお<ー>カレーがまずかったら、うん、やることはバターと醤油と砂糖をぶち込むと。<laughs> <laughs> そ,それやれば絶対美味しくなるから。しかも結構な量。<ー>えー、こんなに入れんのみたいなぐらいの量を入れると絶対美味しくなる。 まあ、そういうのがあって、うん、あの僕は化学だと思ってるんで、うん、旨味の要素を入れればうまくなるんですよ絶対<ー>でもなんかよくわかんないオーガニック信興者みたいな人って、うん、野菜炒めを作る時に野菜だけを炒めて塩かけて出したりするんですよ。っていう、まあ、あ<ー>まだトマトとか入ってたらいいんですけど本当に青い野菜とかだけを炒めて。うんうん 出して、入って言われて、これ旨味ねえじゃん。っていう味の素かけるはいいんだけど。あそこに味の素かけると、めちゃくちゃうまくなる。そうなんですよ。まあ、味塩でもいいんだけど、かけると、めちゃくちゃ美味しくなるんだけど。そういう人って、なぜか味の素嫌いなんですよね。あれは、一番味の素を貶めたのは、やっぱ美味しんぼですかね。まそうっすね。美味しんぼはかなりあるとは思いますね。までも、なんか、みんな美味しんぼ見て、あの、こう、美味しんぼ信じ。 てますけど、あれおかしいですよねなんかね。だって書いての漫画家ですよ。違ゃあのね、美味しいブは、はあ、まあ原作者がカリアテツさんなんですね。はあはあ、漫画家はまた別の方なんですよ。はあ、そうなんですね。そうそうそう。じゃあ原作,原作者のカリアさんという方がすごい変更してるんですよ。はあはあはあ、あ、そうなんですね。はい。あの放射能とかもダメだし、はあはあ、マイクロソフト大嫌いだし。はあはあ スーパーパドライ嫌いだし<ー>敵がいっぱいいっぱるんですよ<ー>ただその刈谷さんの原作の漫画とか見てみると分かりますけどもともと刈谷さんってどっちかっていうと、はい、口頭無形な話をたくさん書くような感じの漫画家の<ー>漫画原作者の方なので,そう,なで、ね、そういう過去を知ってれば「<ー>おいしん坊に行ってることをお前マジで信じてんの?」みたいな。 トースポ信じちゃってますみたいな,ーなトースポがか書いてることを <laughs> 俺昔トースポに飛ばし記事書かれて、うん、全くの事実のこの記事書かれて、うん、弁護士に相談して訴えようとしたら、うん、弁護士から言われたのが、うん、あの過去に、うん、トースポが真実やばっそれメディアとしてどうなんですかね いいやでもそういうメディアだったんですよですただこれトースポが事情を知ってる僕らはトースポは飛ばし記事を書く新聞社だって知ってて知るじゃん、うんうん、だからいいんだけどあなた知らないでしょ。っていや、ね、紙で読んでた頃の人は、うん、もうトースポっていうのはとんでもない新聞社なんだよと書いてあることも半分以上嘘だよっていうのをみんな知ってるわけですよ。<ー>でそういう判決も出てんだ だけどそれが今ネットメディアに転載されてんじゃんヤフーニュースとかに出てくるじゃんめちゃくちゃそのおいしんぼ現象みたいなことが起きてるんですよ昔はカッパとかネッシーとかがもうそうそうそうの土の子が出たかでそれを頑張って「いや違う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 」って言ってるのが僕ですいやいや違う違う違うって言って神谷さんはこれ味の素賛成派反対派どっちなんですか でわかんんなないえなんか頭では理解してるけど白い粉をかけるっていうのにすごい抵抗があって <laughs> <ー>だってさっきのやつとかだってご飯に白い粉をかけてるんですよ、うん、いいですねよく連れてきてくれました <laughs> こういう人は。ただ <laughs> にまだまだあるこれ食にまつわるこれ謎と炎上について一覧にまとめました「うん、寿司吉田炎上騒ぎ食べログ問題」うんえー「健康食品食品表示制度」などあるんですが<ー>これ でこの一番下の健康食品はもう完全に私はもうかもってことですよね、はい、機能性表示食品などがもう市場が急拡大ということでリュウジさんまずはこれいかがでしょうかねこちらの、えーうん、あんま興味ないなあ俺いつ死んでもいいと思ってるからあん, <laughs> <laughs> あんまり健康食品かあのグルテンフリーって何でみんなあんな好きなんですか わかんないです僕の友達もなんか「グルーテンフリーのうまいパスタ知らない?」みたいな感じで言ってきたんで「おなるほど」みたいな「<laughs> おあ身近にいた」みたいな「<laughs> あらあらあら」みたいなでもなんかそこであのー、必死に否定するのも嫌だから面倒くさいから。うん あーなんかお米でできたパスタとかあるよとかって言っときましたけど言っときましたけど <laughs> えなんかこのグルテンフリーってお肌が綺麗になるっていう話がすごいなんか美容の話なんですね同じこと言ってた、うん、美容界隈だと<う>俺でもグルテンめっちゃ取ってるけど肌は綺麗な方ですけどね寿司吉田炎上騒ぎの方いきましょうかね堀 <laughs> さんこれあれですね あのにわかにわかというか、そのあれなんですよ。やっぱり SNS のこれは弊害の方ですね。はい。多分こういうお客さんって、そもそも寿司吉田行けなかったと思うんですよ。ただ寿司吉田も寿司吉田で。やっぱちょっと SNS に集客を倒れなきゃいけない部分もあるから。そのまあ変なっつったらあれなんだけど。本来だったらそこに来なかったような。そうですもんね。が来ちゃうような環境が、お任せとかで予約できちゃうから。 やっぱ大変ですよねっていう、うん、な何この客みたいだな、うん、だからやっぱこのラインになると会員制にせざるを得ないよねなうん。 あのみんな,なんか勘違いしてると思うんですけど飲食店は食べに行ってあげ,あげるんじゃなくて食べさせてもらってるっていうところなんです,僕の考えですよ。んで,すよ、はい、でかなりいろんなところ回ったりするんですけど、まあ、基本的になんか、えー、と食べさせてもらってるって感じなんですよね。 でなんでかっていうと飲食店って正正直直割に合わないんですよね正直高級なおすしもそうなんですけども基本的にずっと仕込みしてでで食,べ食べてもらうのは一瞬で,で、えー、単価はほぼ決まってると。はい うん、お寿司だったらまあもう23万ぐらいしか取れ,取れないですし、うん、じゃあそれ以上取るってなったら高級食材を入れるとかっていうふうになっちゃうんですよね。うん、なんで、えー、ともう一、まあ、日どんだけ頑張っても飲食店って多分上限があって、うん、水商売とかはねなんかシ,ャシャンパンとか、ねうん、水,水物だったらいくらでもあの上げられるんですけどもやっぱ単価が決まっちゃってるんでなんで僕は、えー、とそのこんなに膨大な仕込みをしてくれてもう食べさせてもらってるのに。 何を偉そうにしてんだっていうようなイメージイメージですね。僕はね考えはそうです。はい。もうこれある種食べログの問題もあの飲食店の評価に関するものだと思うんですけれども、食べログ訴訟で化学公も逆転勝訴ということですね。レビューサイトについてこれ口コミはこれどういうふうに見てらっしゃいますか。ああ<ー>、うん、食べログは見ないですね。あ見ないんですか。うん、食べログは全然だって食べログで評価高いとこ美味しくなかったりするから。うん だから、あれ変えるんですよね、多分ね。うん、わか、わかんないですけど、<っ>なんか星変えるっぽくて。まず <laughs> <laughs> <laughs>、ええーまあ、まあ、本当かどうかわかんないですよ。うん、本当かどうかわかんない、あ、あんまり、あんまり言っちゃうと、また炎上しちゃうから。うん、まあ、でも、あの、あ,あ。 やってんなみたいなのは食べればわかる。明らかにその実際このクオリティのものがこの点数ついてるってこところは何かからくりがあるだろうう。うん、何かからくりはありますね。うん、あのあれの方がいいですよ。Google マップのあの評価の方が全然いいですよ。うん、<laughs> すげえ援助しそうなこと言ってる大丈夫、ね。クックパッド潰そうと思ってた。<laughs> 僕はにわかオーガニックって言ってるんですけど。<laughs> ほんだしにもコンソメにも鶏ガラスープにも味の素入ってるんですけど、うん、なぜか味の素は体に悪いって言いながらコンソメとか本だしとか使ってる残念な人たちがいる、うん、<の>めっちゃうちじゃんよくだしパックあるじゃないですかカヤナさんとかのうち使ってるじゃあちょっと言い,い,い,いますけど脱法旨味調味料 <laughs> コウエキスっていうのは脱法するために作られたものだからそもそもが、うん、本当に悪いものと信じ込んでる人と味覚が破壊されるっていう派閥もいるんですよね、うん、アイデンティティが壊れてしまう派閥もいて添加物リストみたいなの売ってる人とかたまに僕減塩料理とや,やるんですよ実は、うん、そうすると 今まで身を潜めてた塩信者が「先生使ってるからだよ」みたいな「天然だったらいくら取っても大丈夫なんだよ」みたいな <laughs> もう怖くて。